ダンジネス原子力発電所は、イギリスのイングランド、サウスイーストイングランド、ケント州、セップウェイのダンジネス岬に存在する原子力発電所。敷地内に建設時期の違うダンジネス A、B の2施設が建設された。ダンジネス A は1965年に全国高圧送電網に接続された。2機の原子炉を保有し、それぞれ219メガワット、 合計438メガワットの電力を生産できた。建設はニュークリアパワーグループとして知られる共同事業体によって行われた。原子炉は TNPG がタービンはパーソンズが供給した。2006年12月31日にダンジネス A 原発は発電を終了した。燃料取り出しは2009年までに完了しタービンホールは2010年に 撤去されて2014年までに中間レベル廃棄物貯蔵庫への置き換えをすることが予定されている。廃棄物貯蔵庫と原子炉建屋は20103年までの管理と維持のための基礎として設置され、最終的な撤去と閉鎖は2011年を見込んでいる。廃炉には12億ポンドが見積もられている。2030年までに廃炉を完了するよう加速させる。 ための代替案が考えられている。ダンジネス B は2機の615メガワットの老物、改良型ガス冷却炉の発電所で、それぞれ1983年、1985年に、運転が開始された。原子炉はより小型のウィンズケールのアグア実証炉、ワガを元として設計され、初の商用規模のアグア発電所として建設された。1965年8月に、 クロンプトン・パー・アーキンソン、インターナショナル・コンバスチョン、フェアリー・エンジニアリング、リチャードソン・ウェスト・ガー,アースの4社の共同事業体である、原子力建設、アトミック・パワー・カンストラクションス、APC と8900万ポンドの建設契約が結ばれた。完成日は1970年に設定された。建設中、我がーの拡大において多くの問題に突き当たった。 圧力容器ライナーの製造の問題は、原子炉と圧力容器の間の空間に収めるボイラーを歪めるような状態にしたために導入できず、ライナーは部分的に解体して再構築されることとなった。この作業の費用は比較的軽くおおよそ20万ポンドであったが、建設中の18ヶ月の余分な非生産的な期間の資金調達の費用は1億ポンド余りで、 こちらの方が大きく、そのうち60%が現場向けであった。600 p シに圧せられ、大規模なガスサーキュレーターによって、原子炉冷却剤サイクル周辺で注入される、熱せられた二酸化炭素による激しい摩耗に耐えなければならなかったボイラー設計の深刻な問題も発見され、ケーシング、格納庫、配管指示部などもすべて再設計しなければならなかった。 これら近代化や遅延期間の予算などの追加費用は共同事業体と支持母体に深刻な資金的問題を生み出し、1969年 APC は行政の支援を受けることとなった。フェアリーとインターナショナルコンバスチョンに大損害を出させない程度の軽い罰則を行った後、CEGB が事業を引き継ぎ、主建設者として英国原子力設計建設を任命した。 1971年、A 原発でも利用されているマグノックスロの軟膏部品の腐食の問題は設計者に懸念を与えた。温度変化に対応しながら伸び縮みによって黒煙炉心を所定の位置に保つアグアの機械的リンク機構の高速連結器は軟膏で作られており同じ腐食を受ける可能性があった。その後の決定によって それらは新素材からできた部品に置換された。1972年、ステンレスコーのボイラー管に熱伝体を取り付けるために亜鉛メッキされたワイヤーを利用することによる問題が発見された。最大摂取線50度での管の熱処理中、亜鉛と金の亜鉛が管の内部に拡散し脆くなるという問題であった。この時費用は1億7000万ポンドに上昇していた。 1975年までに CEGB は発電所は1977年までに完成せず、費用は2億8000万ポンドに上昇していることを報告している。1979年までに費用はさらに4億1000万ポンドに上昇していた。1号機は計画された予定から13年遅れ、1983年4月3日に発電を開始した。 物価調整後の数字で初期の概算の4倍の6億8500万ポンドの費用がかかった。A 発電所と同様にタービンはパーソンズが製造し、2機の600ムーターボオルタネーターを備えており、最大1200ムーを発電可能で、発電所内で利用する電力を抜いた賞味の最大出力は1090ムーであり、原子炉出力は腐食と振動の問題からダウンレートされた。 2009年3月 B21 はメンテナンスのために停止し、深刻な問題が見つかったため原子炉はほぼ18ヶ月間にわたって停止された。2009年11月24日 B22 のボイラー別館で小規模な火災が発生し、こちらの原子炉も停止する原因となった。その後 B22 は数ヶ月間の間断続的にオフラインとなった。 B21 は2010年8月に再稼働した。その後、B21 は2011年にも未計画の停止を行うことになり、修理のため2011年11月から2012年3月まで停止していた。発電開始から35年を迎える2018年の閉所を目標としている。この期限までに稼働期間延長の選択肢を考慮することができるとされている。 2009年4月15日、ダンジネスは EDF エナジーが要請した将来の原子力発電所の11カ所の潜在的な場所のリストに含まれていた。政府の2009年11月9日に発表した国家政策声明の草案では環境の問題や海岸の侵食や洪水関連の懸念を理由にダンジネス C の計画は含まれていない。2010年10月、 エネルギー、気候変動省の大臣、クリスヒュー,ーンによって、かつて政府が選定した、原発設置の11カ所の潜在箇所を8カ所に減らし、ダンジネスシーンは除外された。これらの問題から現在は計画は中断されている。ものの、この決定を再考するように議会に働きかけている、地元の保守党会議員ガミエンコリンズはいくらかの地元住民に支持されている。 1961年から1984年、ダンジネス発電所では、イギリス海峡を越えて、フランスに電力を送電する、海峡横断高圧直流送電向けに交流から直流へ変換するため、静止型インバーターの高圧直流送電変換用の水銀清流器を収容していた。1983年、この施設に変えて、セレンジにより、 高性能な新型インバーターが設置された。両原発はもともと中央電力公社が建設、保有、運営を行っていた。電気供給産業の民営化と、後の原子力発電産業の部分的民営化に伴い、A 原発と B 原発はそれぞれ違う組織が所有している。初期型のマグノックス炉の A 原発は、 外角公共団体の原子力廃止措置機関が所有しており、新型のアグアノビー原発は EDF エナジーが所有している。発電所は欧州でも最大の列挙浜に建てられており、面積は 6km12km ほどで、波によって堆積し、数百例かけて形成されたものと考えられる。列挙浜の全域は、ダンジネスの岬の周辺の海による、つぶての運搬とともにゆっくりと、 北東方向に動いている。また、特別科学的関心地区の自然保護区に囲まれている。人為的な手を加えない場合、歴浜の砂利は海岸侵食によって、毎年推定6メートル程度波に持ち去られるとされており、歴浜の海からの保全を持続的に維持するため多数の貨物自動車が利用され、おおよそ3万立方メートルの粒手が毎年運ばれる。 ランジネスの北岸の体積は需要のペースを維持できていないと思われる。イーストサセックスのペットレベルとケント州ハイスの間の海岸に沿って毎年全部で9万立方メートルの粒手が運ばれている。これは発電所を含む浜の全域の安全のために必要である。毎時約1億リットルの冷却水が抽出され、12度ほど加熱されて海に戻される。 発電所と岬の関係は重要である。自主的な岬の始まりは3000年前であり、ペットレベル沖合の粒手の体積として始まったと考えられる。この証拠から、岬のの粒手は海峡から現在の位置に打ち上げられ、拡大していることを示唆している。また、岬とペットレベルハイス間の海岸線は不安定である。ロムニーマーシュの一地域ウォールランド、 マーシュの歴史記録によれば発電所の西部は洪水になったとされている。60年間の間に何度かの氾濫が起こり、内陸のアップルドアや北のニューロムニーから南のライハーバーまでのロサーガーの本来の河口などが浸水している。発電所は平均海面より数メートル上であり、イーストアングリアやオランダなど広範囲で浸水した1953年の 北海大洪水の際には浸水せずに孤立した。推測では1987年のグレート、ストームでは干潮であったため発電所が浸水しなかったとしている。気候変動によってより頻繁に嵐が発生し強いものは大きな波やうねりが起こしうるが、これらは予測されておらず、岬の不安定性を高めるかもしれないとの主張が存在する。 1971年1月のドクターフーの令5 7回ザ・クローズ・オブ・アクススで等発電所が利用されている。近隣の浜辺は2012年のオリンピック当地の試験展開に利用された。エディソン、J. ロムニー、マーシュサバイバルオン、A. フロンティア、テンプス、ISBN0 から752414860ページ139オルソーリポーツザ1990フラッティング。 メンシャンドアバブ、ページ139オルソーリポーツザ1990フラッティングメンシャンドアバブロムニー・マーシュ2006年2月5日閲覧ケント・アゲンストエーレディオ・アクティブ・エンバイロメント2006年4月24日時点のオリジナルよりアーカイブ2006年3月20日閲覧ブリティッシュエネルギー2007年9月28日時点のオリジナルより アーカイブ2006年4月16日閲覧インダストカーズ2006年4月16日閲覧ゴーイングクリティカル2006年4月16日閲覧ありがとうございます